八代を出てから満七年、悲しみ苦しみを乗り越えて今日ここに初めて開く八代秋リサイタル。夜の新宿裏取り、肩を寄せ合う通り雨、誰を恨んで濡れるのか、会えば切ない別れが辛い、涙乞い夜の新宿裏取り、夜咲く花雨に散る、悲しい定めを占う二人、なぜか今夜は返したくない、忍び合う恋涙乞い、どうも皆様、本日はこんなにたくさんありがとうございました。まだとっても上がっております。だけど最後まで一生懸命歌います。どうぞよろしくお願いいたします。それではオリジナル曲を聴いてください。なんで私を女になんか産んでくれたのお母さん、男心知りたさに、嘘やお世辞も嘘やお世辞も身につけた。まぶた閉じれば見えてた人が、まぶた開ければなぜ消える、会えば別れが来ること、誰が決めたの誰が決めたの守ったの、
しみ女の涙知ってるのか夜の雨死ぬほど惚れて捨てられて憎むことさえできない私今夜も冷たい雨に泣く咲いて夢を見てから散るものあなたの想いになるのなら日陰の花でもよかった私ああ思い出がなく雨が降る こんばんは、玉置でございます。初めてのリサイタルおめでとうございます。どうもありがとうございます。歌好きが思わず身を乗り出して耳を傾けてくださる歌詞、本格的に日本人の心を演歌を歌える女性スターが誕生して早2年になります。今日はその八代亜紀さんが初めて開くリサイタルです。演歌50年というサブタイトルをつけました。彼女は長いクラブでの下積みの時代を経験しております。その時の体験から生まれた人生観が彼女の歌う歌に血を通わせまた心を植え付けました。非常にレパートリーの広い歌詞です。演歌50年、短い時間でたどるとなりますと選曲に大変苦労いたしました。皆さんの脳裏にはあの歌を八代亜紀で、この歌を彼女の歌で聴いてみたい、いろいろお持ち合わせでございましょう。しかし私どもで選んだこれからの演歌50年、ご不満もございましょうが何卒ご容赦いただきたいと存じます。演歌50年の歴史となりますと、どうしても最初のページはこの曲を置いて他にはございませんでしょう。生まれたのが大正10年、現代演歌の原点として現在も残されている先導小歌。50年近い歳月を経ていながら、この歌は生まれた頃のみずみずしさを失っておりません。では先導小歌からお聴きくださいませ。俺は変わらぬ枯れすすき、同じお前も枯れすすき、どうせ二人はこの世では花の咲かない枯れすすき、死ぬも生きるも根を前、水の流れに何か悪る俺もお前も
で暮らそうよ。寂しい時に聞きたい歌、悲しい時に聞きたい歌、辛い時に聞きたい歌、人生に疲れた時しみじみと聞きたい歌、聞く人の心を和らげてくれる歌。演歌は人生の応援歌であるという有名な言葉に、私はもう一つ付け加えたいと思います。演歌は心に受けた傷を治す特効薬でもあると。星の流れに身を占ってどこを巡らぬ今日の宿すさむ心でいるのじゃない、涙も枯れ果てた、こんな女に誰がした、して口笛吹いてあてもないようなさすらいに人は見返る、我が身は恐る街の影のわびしさよ、こんな女に誰がした、なぜ演歌を聞くのだろう。昨日までのことを思い出したいから、今日の今のひとときを充実した時に変えたいから、そして明日にかける夢を持ちたいから。
何十年もの間、人々はこんな気持ちで演歌を聴いてきたのではないでしょうか。夜の銀座は七色ネオン、誰にあげようか唇を、かりそめの恋、あんにじの恋、ふとふれおった指悲しい。花嫁人形、胸で泣いても笑い顔、かりそめの恋、あ虹の恋、幻な君欲しや。なぜ演歌を歌うんだろう。自分の心の中を洗い流したいから。自分一人でなく、たくさんの人と一緒に喜んだり悲しんだりしたいから。聴いている人みんなと共に喜び悲しみを分かち合いながら歌えるなんて、歌えてなんと素晴らしい職業ではありませんか。
椅子が2つ出てまいりました。おそらく1つは私がかけていい椅子の方でしょう。とするとこちらは八代亜紀さんと、こういうことです。こういう綺麗な女性と並んで腰をかけてこれからしばらく話をしてもいいと、こういうことなんでしょう。拍手で迎えてください。亜紀さん、こちらへどうぞ。はい、どうも。いっぱいのお客様ですね。隣に座らせて、いただきます。は？隣に座らさせていただきます。これに勝る光栄はございません。どうぞおかけくださいました。このくらいの感覚があればよろしいですね。まあ一つせいぜいこの感覚でお許しいただきたいと思います。やっぱりあなたを愛してくださるお客様がこれだけ鬼会までびっしり詰めかけてくださる。ありがとうございます。あなたは幸せ。はい、もう本当に嬉しいです。それと同時に鈴木純先生ももちろんですけれどもね、あなたのために長い間作詞の筆を休めておられた川内浩範先生があなたのために愛一筋を書いてくださった。加えて今回のリサイタルのためにももう一曲くださったんですって。お父さんという歌なんですけども、はい、この第一部の最後に歌います。そうですか。とってもいい歌です。ここはね、一つ何気ない、ラジオやテレビのインタビューではちょっとできないような、で皆さんにも あんな一面が彼女にあったのか、そんなの知っていただけるようなコーナーにしたいですよ。分かった、タモキさん。ない。なんかいやらしいこと言うんでしょ。それでなくてもこれだけの距離でかなり皆様はイライラしてらっしゃるんです。そんな話すれば私は今日この会場から出られなくなるわ。でもすごいいやらしいんです、玉脇さんは。なんだよそれ。いや、それはね、お仕事の場によっていろいろありますよ。北海道の札幌でホテルでお仕事をしたんです。でこれはもちろんラジオテレビと関係ありませんのでね、奥様方ばっかりの、ね、お客様で、いろいろその時の話が、彼女はいやらしいって言うんですけど、奥様方は喜んでらっしゃいましたよ。椅子から転げ落ちて喜んでる方やなんかずいぶんいましたよ。すっごいもうエッチなのね。いや、そんなにエッチな話しませんでしたよ、あの時。だってご挨拶に立った方が金融関係の方でね、で私はお金を貸す時にその人の財産とかそういうこと関係なしに、朝立たない男には私はお金を貸さないんだ、その方はそう言っただけなんだ。ほんで僕が何気なくその話を彼女にしたわけです。朝立たないの？誰か笑ってるけどおかしいかしら。これが本当にわからないんだとすると、もうこれはしみじみ彼女に語る時間を楽屋で何十時間も設けなくちゃ。話題を変えましょう。はい、もう寒さの季節ですよね。で今から春を待つのも早い話だと思うんですが、はい、とりあえず明るくいきましょうよ。春待つ気持ちがどっかに匂うような、そうですね、襟裳岬あたりから歌い出してください。お願いします。北の町ではもう悲しみを暖炉で燃やし始めてるらしい。おわけのわからないことで悩んでいるうち追いぼれてしまうから、まばりとした年月を拾い集めて温め合おう。寒い友
きんなよ。